プラナカンの夫婦の写真、プラナカンとは、欧米列強による、統治下にあった東南アジアの各地域に、15世紀後半から数世紀にわたって、移住してきたマレーシアに根付いた、主に、中華系移民の末裔を指す。別の言葉として、中国人と他の民族との根血を指す、ババニョニャがある。ただし、マラッカ地方に限って、ババニョニャではなく、ニョニャババと、 順序逆に自称する。なお、ニョにャは、女性、ババは、男性の場合である。上述の通り、この民族グループは、海峡植民地時代のマレーシアやオランダ同地下の、ジャワ島といった地域に住んでいた中国を出自とする、人々を指すには、違いないが、その中でも特に地域土着の風習に適応し、地域コミュニティへ同化していった集団として定義される。 欧米列強に統治下にあったマレーシア周辺に移住した中華系移民をくくった上で、さらにその中で現地の風習を受け入れたグループがプラナカンと呼ばれる。特にシンガポールにおいてはエリート層を形成しており、母国である中国よりもむしろ宗主国である英国との結びつきを重視している。ところでプラナカンは、 大半が何世代にもわたって、マラッカ海峡周辺に今日構えているにもかかわらず、必ずしも、現地の原住民グループとの根血は、進んでいない。一般的に公益を制御とする者が多く、英国人と中国人との間を取り持つ、仲介者として活躍してきた。そのため、二つ以上の多言語を使いこなすことが、半ば当然のこととされている。ただし、 マレー半島の文化に適応した結果として、現在では中国語を捨てて、マレー語を母語として話す世代も現れてきた。プラナカンという言葉は、現在、19世紀頃から、海峡歌人とも呼ばれるようになった、中華系民族グループを指す用語として、定着しているが、それ以外にも、プラナカンというカテゴリーに含まれる民族グループが、小規模ながら存在する。例えば、 インド系、プラナカン、イスラム化した、インド系プラナカン、ユーラシア系プラナカンなどである。ちなみに、カンボジアに存在する、中華系民族グループも福建人の末裔であり、プラナカンと、数多くの共通点を持つ。カンボジア系は移民して、数世代のうちに、母国語を話す能力を失ってしまったものの、現在でも、部分的に、 中華系民族としての文化的特徴を残している。ケバヤニョニャーヤムブワクルアマレー語やインドネシア語において、プラナカンという単語は、子孫、末裔を意味する。ただし、この語自体には特定の民族性を指し示すような、含みはなく、出自を明示する場合には、チーナやビランダ、ジャパンといったような就職語が構築される。また、この語には、 少なくとも4世代以上にわたって存続してきた家系の子孫というガニがある。ババとは、マレーシア語における、ペルシア語からの借用語で、現在では祖父母に対する継承としてのみ使われるが、かつては、海峡家人の男性を指す言葉であった。まずは、マレーシア周辺地域で、交易や行商をしていたヒンドゥスターニー語の和者が、海峡家人の男性を、ババと呼ぶようになり、 後に、地域方言に取り入れられた。ちなみに、霊能力者として、著名なサティア・サイ・ババの、ババという継承と同じ語源である。また、海峡家人の子孫のうち、女性は、ニョニャという呼称を用いる。この、ニョニャという言葉は、ジャワ語からの借用語であり、もともとは、外国人の既婚女性に対する丁寧な呼び方である。 その語源はイタリア語の、ノナに由来するとも言われているが、ポルトガル語で、婦人を意味する、ドナに由来するという説の方が、信憑性が高い。事実、東南アジアが、ポルトガル王国の影響下にあった15から16世紀当時、ジャワ人は、外国人の女性を例外なく、ニョニャと呼んでいた時期があり、その要領を海峡家人の女性にも適用したのだと、考えられる。 その後、次第に、ニョニャという言葉が、海峡歌人の女性という意味に限定されていったのだろう。ちなみに、現在のジャアワゴでは、ノナが、成人女性を意味する言葉である。海峡歌人は、現在のペナンやマラッカ、シンガポールといった、英国の旧植民地から構成される、海峡植民地を出生内し出身地とする人物と定義される。ただし、 マレー系との混血を伺わせる身体的特徴を有する場合を除き、この民族グループの構成員が、ババニョニャとみなされることはなかった。プラナカンの大部分は、福建出身の中国人を先祖に持つが、徴州人や広東人の子孫も少なくない。また、ババニョニャも中華系民族グループの一種であり、マラッカやペナン、インドネシアなどに住む中華系と原住民との、 根欠集団を指す現在とは異なり、中華系の公益省が、マレー半島に住む、現地人を妻として目取るのは決して珍しいことでは、なかったため、結果として、ババニョニャは、双方の文化的特徴を混ざり合った形で受け継ぐ、こととなった。19から20世紀の記録によれば、プラナカウンの男性は、地元の、同じ民族グループの中から配偶者を選ぶ習慣が、 あったとされる。また、中国本土から女性を呼び寄せて、妻とすることもなければ、プラナカンの女性が配偶者選びに本土に赴くことも、なかったという。ただし、一部の文献によれば、プラナカンという民族グループが成立して間もない時期は、現地人と婚姻関係を結ぶこともあったとしている。実際、テイワがマラッカへ向かう際に引き連れていた。 雲南出身の生員のうち、ブキットチナに定住した一部がムスリムであった、という事実がある。確かに当時のマレー半島周辺はすでにイスラム化、していたため、現地において、信徒同士が結婚していたとしても不思議ではない。だが、この説に対して、物的証拠の欠如を指摘する研究者も存在し、むしろ、プラカナンに根結はほとんど進んでいないと主張する。 一種族根節を知りける注目すべき事例として、インドネシアのタンゲランに住むプラナカン系コミュニティが挙げられよう。この民族グループに含まれる人々は、外見的特徴こそ、マレー系に近いものの、プラナカンの伝統を忠実に守っており、その大半が仏教徒である。こうしたことから、プラナカンの中には、マレー系と混血が進んだ集団をプラナカンババと呼び、 根結が全く進んでいない自らの集団と区別する人々がいる。プラナカンによって話される言語はババマレーと呼ばれる。これはマレー語を基礎とするクレオール系の方言であり、復権語から多くの語彙を取り入れている。危機に秘密する言語の一つであり、現在では主に高齢層の間でしか話されていない。また、若年層の間では代わりに英語が主要言語として、 使われている。一方、インドネシアにおいては、若年層の間にも和者が存在するが、あくまで日常的な会話で使われているに過ぎない。また、若年層の間では、言語的特徴の多くが失われており、特に語彙において、高齢層との乖離が著しい。コトリップ海外版クアラルンプールマレーシア秋文社、2017年、56ページ。 ISBN 978から4から398155276。ABC サダオナスティオン、カイマスユーマムレンキャップ、イングリース・インドネシア・インドネシア、イングリース、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア、1989、562。 pages.http://www.peranakanmusum.sg/themusum/abtperanakans.asp.hat e the Chinese inca bocha by William E. レマートハットハリムルティクリダラクソナ買いますシナニムバハサインドネシアヌサインド1974 213ページーズ、ハット・ジュ・イーク、ザ・ストレーツ・チャイニーズ、エー・カルチュラル・ヒストリー、ペピン・プレス、1996ISBN90 億5496万86、288ページーズ・ハット・プラッツ、ジョン・ T ・ーディクショナリー・オブール・ドゥ、クラシカル・ヒンジ・アンド・イングリッシュ、ロンドン、WH ・アレン &CO、1884、ハンター、 ウィリアム・ウィルソン、ジェームズ・サザーランド・コットン、リチャード・ボン、ウィリアム・スティーブン・ソン・マイヤー、グレート、ブリテン・インディア・オフィス、インペリアル・ガッサ・ティール・オブ・インディア、20、クラレンドン・プレス、P295、ソエセのカータ・ミハルトホ、エスノグラフィーオブ・コミュニカティブ・コーズ。イン・イースト・ジャバデプト・オブ・リングイスティクス、リサーチ・スクール・オブ・パシフィック・スタディーズ、オーストラリアン、ナショナル・ユニバーシティ。 一九八十一、1981, isbn 零八五八八三二五五零、二百十二、ページーズ、九十六 ab。ジュイーク、ザ・ストレーツ・チャイニーズ、エイ・カルチュラル・ヒストリー、ペ・ピントレス。一九九十六、isbn 九十億五千四百九十六万八十六、二百八十八、ページーズ。ありがとうございます。